あらい、おお、もう素晴らしいの来てくれ。風間なんか、風間なんかわけじゃないの出してくれ。いよいよ僕話す番です。僕の名前は新井翔司、2年生です。皆さん映画お好きですか？僕は大好きなんですよ。特にフランス映画なんか好きです。ヨーロッパの映画はいいですよね。映像が美しく詩的で心が洗われます。サンチョ君はどうですか？フランス映画好きですか？フランス映画か、ちょっとニッチっていうか、あんまりいい話じゃないかもしれないんだけど、フランス映画って僕あのスプラッター映画とかホラー映画が好きなんですよ。でね、フランス映画のスプラッターって結構ねすごいのあるのよ。だから僕はフランス映画、まあそういう意味では好き。すごいのよフランス映画のスプラッターって。もうえげつないの。ほう、そうですか。いや聞いてよかった。ここにも一人フランス映画好きがいたと。そうなんです、フランス映画は見る人を選んでしまうんです。そう、フランス映画ってすごい見る人を選ぶから。映画好きの僕の周りでさえ 2,3 人しかいないんですよ。サンチョ君はその貴重なその一人というわけです。なるほどね。まあまあまあ、じゃあフランス映画好きだというくらいなんですから、映画好きなんですよね？好きだよ、もちろん。俺映画大好きだよ。コロナショック前は毎週見に行ってたもんね。週に2回見るときとかもあったし。やっぱり僕の思った通りです。サンチョ君と英語の話をしたらさぞや楽しいでしょう。あ、ちょっと今荒いじゃなくて細田っぽくなっちゃった。まあ映画の好きな人なら僕と気が合いそうですよ。今度ゆっくりと映画について語り明かしましょうね。うん、あ、いいね、それはいいよ。お前ちょっと暗そうだけど別に嫌いじゃないし。細田は嫌いだけど。朝まで二人きりでね。うわ、お前さ、俺がさもう持ち上げた後にさこういうこと言うのやめてくんない？なんかもうやっぱそっち系が多いのかな、この格好。それでどんなジョンナルの映画が好きなんですか？アクション、SF ホラー、サスペンス、ラブロマンス、ドラマ、コメディ。ラブロマンスとかゴミだよね。僕 SF ホラー。SF とかホラーが好きなんですか？ずいぶん楽しみですね、あなた。よく言われます。私はあんまりああいうタイプは好きじゃないんですよ。え、そうなの？嘘。え、なんで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 、フランス映画好きなんでしょ？なんでだよ、いいじゃん。なんと言っても品がありませんからね。突然俺のことを落とすのやめてくんないかな。いやでもホラーめちゃくちゃ楽しいよ。 SF もだけど、お前それ触れてないからだ。あんまり内容なんか取ってつけたようなもので、ただ見た目だけの恐怖や特撮に頼るものが多すぎます。まあ確かにね、世間でいう盆作レベルのはそういうのが多いかもしれない。でも傑作ホラーはすごいよ。ちゃんとカメラワークとかだけじゃなくて演出とかも凝ってるし。直近だとなんだろうな、ヘレディタリー。そう、ヘレディタリーだ。あれすごかったね。あれ吐きそうになったわ。すごかった、とにかく。話進めよう。でも映画って怖いですよね。いや、ホラー映画の話じゃないんですよ。映画そのものの話です。そう思いませんか？昔から写真は人間の魂を吸い取るって言われたじゃないですか。今でこそこんな話は迷信だって笑いますけれど、昔は真面目に信じてたんですよ。写真を1枚撮られるごとに寿命が縮んでいくとか、3人で写真に写ると真ん中の人間を恥にしてしまうとかね。あー、まあでも例えばなんだけど、ドッペルゲンカってあるじゃないですか。自分と同じ人間がもう一人いるって。で、会ったら死ぬって。僕はちょっとあれに寄った感じですね。この写真に関しては。自分と同じ存在をあんまり増やすと良くないんじゃないかなって。写真ももちろん。自分の姿、自分と同じもの増やして、まあ、どん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 、なんだろうな、カルピスみたいな感じかな。原液、自分という原液を水でどん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 薄めさせて、まあ
容量が増えるっていうか。ただそれって味を薄くしてるだけなんですよね。自分っていう存在がどんどん希薄になっていく、最終的にはなくなってしまうんじゃないかっていうのが、この写真を1枚撮れることに寿命が縮んでいくの僕なりの考え方かな。はい、すいませんでした。とてもいいやな、こんな話。君は写真、また間違えた。君は写真などというものが不思議に思えてならなかったんでしょうね。昔はだ、君はね、読んでしまった。自分の姿がたった一枚の紙に封じ込められる、まさに魔法だったんです。だからみんな怖かった。わかるね、わかるよ。映画だって同じですよね。映画が生まれた当初はすごかったですよ。例えば映画の中の人物が画面に向かって銃を撃つでしょう。するとそれを見ていた観客は自分が殺されたと思って気絶したっていうんですか。なんか違うないか。まあまあまあいいけど。だからあの銀幕の向こうには自分たちと違う人が住んでいて、その人たちの生活している世界を見ているんだってみんな思ってたことなんです。今時は誰もそんなことを思いませんけどね。思わないね。ただなんだろう、こうやっぱり没入感っていうのかな、その中に入り込んじゃう映画ってあるよね。例えばまあ僕らは日本人なんで、日本のホラー映画とか割と入り込んじゃうかもしれない。僕は懺悔っていうホラー映画があるんですよ。それがね、なんだろうな、こう日常のちょっとしたことでもその映画を思い出してしまうってくらい、ちょっと身近なことをホラーにしてるような映画なんですよ。話のオチがなかったね。まあいいや、まあ、そんな感じかな。でもそれって本当に嘘なんでしょうか。昔の人々が思っていたことは本当にただの想像だったんでしょうか。僕はあながちそうだとは思えないんですよ。フィルムというのは時々映しちゃいけないものを映してしまったり、現実には存在しない不思議なものを映してしまったり。でも昔の映像技術とか写真の技術ってのはあんまり発達してないから、なんだろうな、光の入り具合とかでそういうよくわかんないものが映ってしまったり、映ってしまったっていうか、まあ、よくわかんないもののように見えちゃったりするってことなんだと思うんだよね。僕は昔好きだった漫画の晴れのちグーっていうやつがあったんですけど、それの著者金鋭、まあ漫画の帯っていうかなところに作者の写真が載ってるんですよ。でそれにね、なんか心霊写真、人の目みたいのが写ってて、うわなんだこれって思ったことあったんですけど、あれもよく考えると、まあ、カメラがそんなにすごいものじゃなかったから、そういうものが写ったように見えちゃったってだけなのかな。よくわかんねえな。まあいいや。次はどこまでなんだっけ。なんか雑談多いな俺、映画の話とかになると。フィルムにはそういう魔力があるような気がしてならないんです。僕がこれから話すのはそんな映画の話なんですよ。僕のクラスに時田康夫くんという人がいたんですけれどね、彼は無類の映画好きで、よく僕に映画の話をしてくれたんです。それはもう詳しいですよ、マニアってやつです。僕もかなりのものだと思っていたんですけれど、上には上がいるもんです。彼には負けますね。見てない映画がないくらいで。見てない映画がないなんてことないと思うよ。映画ってもう星の数ほどあるからね。インドの映画とか言ったらもうやばいよ。見てない方が少ないんじゃない、見てる方が少ないんじゃないのってレベルだよ。ただ僕的にはこれに関しては、スプラッタ映画に関してはそう、もしかしたら全部見たみたいな人がいるかもしれない。なぜならスプラッタ映画ってそこまで多くないんですよね。あ、またスプラッタ映画の話すんのちょっと良くないな、やめよう。これ前年で向けの動画でもあるから。僕は必死に調べてきて彼の話を明かそうとしたけれど無理でした。調べるってなんだよ、見てねえのかよ。エアップじゃん、ダメだよそれじゃ、勝てねえって。生き字引って言葉がありますけれど、映画に関して言えば彼はまさにそれでしょうね。そんな映画好きの時田くんでしたからね。
学校に映画関係のクラブがないことをとても残念に思ってました。もちろん彼の将来の夢は映画監督になることでしたから。それで自分で作ってしまったんですよ。当時僕たちは1年生でした。それなのに時田くんは積極的に先輩や先生に呼びかけて、あっという間に同好会を作ってしまったんですよ。ほうやるね時田。さすがにいきなりクラブにはなれませんでしたけど、映画好きの人って探せば結構いるものですね。なんだかんだで20人ほど集まったそうです。彼は大層喜んでいましたよ。まあそうだろうね、わかるよ。まあ俺はどちらかっつっとな、なんだろう、能力はそんなにないけどスタンドプレイヤーなんすよね。みんなと一緒にやるってのはあんまり好きじゃないけど、でも映画って、ね、作るとなるとね、やっぱみんなでやんなきゃいけないからね。好きな人たちが集まってやるってのはいいことかもね。撮影用の機材はほとんど彼が持ってきました。機材といっても8ミリカメラや簡単な照明器具ですけれど、まあそれでも持ってるのはなかなかじゃない。8ミリといっても今みんなが使っているようなビデオカメラじゃないですよ。昔ながらの手持ちの8ミリカメラです。今はあまり見かけませんけど、まあビデオカメラも今あんま見かけねえよな。それでも集まった連中はお喜びだったそうです。映画撮影の真似事ができるんですから、ね、ちょっとしたプロ気分です。え、僕ですか。僕はその映画研究会に参加したのかって。いえ、僕はしませんでした。サッカー部に入ってましたから、ね、え、お前サッカー部なの。いや、嘘はつくなよ。お前サッカーなんかやる球じゃねえだろ。お前そういうのバカにそうなタイプじゃん。サッカーただの球遊びじゃんみたいなこと言いそうなタイプじゃん。本当にサッカー部入ってたのお前。僕はサッカー部っておかしいですか。あ、やばい読まれてるわ。まあその話は別の機会。ところであなたはどうです。映画研究会って興味ありますか。あるない、あるあるよ。あるけど別にみんなでやりたいとは思わない。っていうか俺が作りたいとは思わないな。そういうの作った人のを見たいとは思うかな。どっちかっつうと興味あるね。そうですか、興味ありますか。映画の仕事ってたくさんありますからね。役者、監督、カメラマン、プロデューサー、脚本、裏方、どういうことこれ。え、俺がどれに興味あるかってこと。そうだな、俺は脚本なのかな、どっちかっつうと。そうだな、俺は脚本だな。なんだろう、妄想するのが割と好きだからね。っていうのもね、最近だとこれ言うのかな、最近だとメス書き、ママ書き、バカ書き、アホ書きで、クソ書き、この子たちが僕を取り合うっていうハーレムものの妄想をしました。はい、脚本です。脚本家ですか。これは文章能力が要求されそうですね。その点サンチョ君は新聞部の記者として文章には慣れているようですからね。あとはセリフ回しやストーリーの組み立て、その映画の監督との打ち合わせ、意思の疎通など。でも大変みたいですよ。プロデューサーや監督にここをこう直してくれとか、もう一回書き直してくれとか、いろいろ言われるらしいですね。脚本を書いて、はい、あとはみんなよろしくね、とはいかないようです。まあ当たり前ですけどね。まあそうだね、それはそうだろうね。調整は必要だよね。それならまだいいですけど、映画が出来上がってきたら自分の書いた脚本とは全然違うものになっていたりすることもあるようです。あー、あるだろうね。やっぱなんだろう、役者さんの演じ方とかカメラワークとかにも、まあ、全然ね、こう当初想定していたものとは違うものになったりすることもあるだろうね。映画を見る人は大抵役者や監督で映画を見ますからね。でもこの脚本家が好きだからこの映画を見るという人も多いかもしれませんね。まあ確かに俺は別にそういったものはないな。この監督だからこれ見るとかはないな。ただ普通に面白そうだから見るとか、そんな感じかな。もう直感だよね完全に。
今回は同好会で作る自主制作作品ですから、誰か文章の上手い人を連れてきて書かせるとか、既存の映画を真似したものとかになってしまうんでしょうね。時田くんは監督をやりたいということでした。彼の夢でもありましたからね。先輩たちも特に反対はしませんでした。このなんだここで区切ったの。この回の創設者は時田くんでしたし、それに機材を持ってきたのも彼なんですから。そして記念すべき同好会の第1回作品の撮影が開始されたのです。ちょうど去年の今頃だったと思いますよ。あなた、ホラー映画や SF 映画が好きなんでしたっけ。実は彼もなんですよ。おい、お前さっきディスりまくってたよな。お前、時田くんのことディスって大丈夫だったのか。生き字引やぞ。お前より上を言ってるんだぞ。そんな人の好きな映画をけなすんじゃないよ。彼が撮ろうとした映画は、ミイラ人間と美女というタイトルのホラー映画だったんです。クソつまんなぞ。もうちょっとあるだろう。タイトルで笑っちゃダメですよ。読まれてるわ。彼が撮りたかったのは、今あるような特撮バリバリの SFX 映画ではなく、どちらかというと往年の古風なモンスター映画を撮りたかったんです。あ、いいね。俺は好きだよそういうの。もっとも派手な特撮を撮ろうとしても、そんなもの撮れるわけないですからね。ですからそういうものにこだわらず、簡単な衣装とメイクを施しただけのチャチなモンスター、でもリアルに見えるような暗い演出と雰囲気作りにこだわったんです。でもさ、そういうなんだろう、特殊メイクとかさ、あんまりできないならさ、モンスターものより日本のジャパニーズホラー系にした方がいいんじゃないの。あれなら雰囲気ほんと映画とかに精通してる人ならちゃんと雰囲気も作れるだろうし、メイクもそんなにすごいメイクしなくてもいいし、ちょっとミスったんじゃないの選択を。まあでも撮りたい映画がモンスターものならしょうがないか。彼は本当に一生懸命でした。最初はやる気を見せていた連中も次第に飽きてくるものです。結局は自分のしたいことだけをして、興味のないことや大変な仕事はしたがらない。俺だな。この実況もしたいからしてるみたいな感じだもんな。したくないゲームとかしたくないからやらないし。あ、だからそういうところが俺はあれだな、集団として向いてないんだろうな。だから結局一人でやることになるんだよね。しょうがないよね。やりたくねえもん、やりたくねえもん。大変は遊び半分で集まってきた連中ですから、ね、それでも時田くんはごく少数の志を同じくする人たちに助けられながら、雑用から役所までこなして頑張りました。そんな彼に僕は心の中でエールを送っていましたよ。映画の内容ですか。シナリオも時田くんが書きました。簡単な内容はこうです。エジプトから運ばれてきたミイラが復活してしまい、昔自分が仕えていた王女の生まれ変わりを探すというものでした。そして最後にはその女性もミイラにしてしまい、一緒に自分の棺の中に入れて二人でエジプトに帰っていく。簡単でしょ。あ、でもいいんじゃない、割と悪くない話だよ。最後もなんか後味悪くて俺は好き。まあ役者が大根ですから。それに学生でしょ。舞台の大半は学校になります。ですから主役のヒロインもこの学校の生徒で、セーラー服を着ている。それがエジプトの王女の生まれ変わりなんですからね。なんとも怪しい設定ですよね。まあ、輪廻転生とかそういった意味合いではあんまり関係ないんじゃないの、種族とか。魂の循環だから、まあ、そこはいいんじゃない、突っ込まなくて。それでもどうにかこうにか撮影は終了しました。でもこれからが大変なんです。撮影をすれば映画が出来上がると思っているでしょうが、大間違いですよ。それは知ってるよ。わかるわかる。面白くするもしないも、これから編集作業にかかっているんですから。編集大変だよね。まあ個人的にはサムネ作る方が大変だけどね。まあでも僕のサムネは結構なんだろうな、単純だからそんなに大変じゃないけど、考えるのかな、あんまり好きじゃないから。サムネだけ他の人にやってもらいたいレベルだ。
今まで撮ったフィルムに収められてたバラバラのシーンを一つずつつなぎ合わせていくんですよ。そして一本の映画が完成する。うん、この動画の編集作業なんかより全然大変だよね。これが結構根気のいる仕事らしいですよ。まあ好きな人にはたまらなく楽しい仕事なんでしょうけど。で、時田くんもそうでした。時間が経つのも忘れて編集作業に勤しんでいたんです。あれ変だな、こんなシーン撮影したかな。彼はふと一本のテープを見て首をかしげました。それはミイラ男のシーンでした。ミイラ男が暗闇の中を王女の生まれ変わりを探してのそのそと歩き回るシーンだったんです。確かにそれに似たシーンは撮ったのですが、彼の記憶とも絵コンテとも違ったんです。映画を撮るときは最初に絵コンテというものを作るんですよ。そしてそれに合わせてシーンを撮影していく。そうしないと撮り終わったときに何が何だかわからなくなってしまいますし、限られた時間内で効率よく撮影していくことはできませんから。僕の撮ったシーンは確か遠くから遠景でミイラを撮った。それなのにミイラがアップで映ってる。彼は思わずそのフィルムに見入ってしまいました。そのフィルムには確かにミイラの顔がはっきりと映っていました。それも自分が施したメイキャップよりもずっとグロテスクでリアルなものでした。かなりのホラー映画を見ているはずの時田くんでさえそのフィルムを見たときは背筋がゾッとしました。それほどよく撮れていたんです。自分はそんなカットを撮った覚えはない。でも記憶違いかもしれない。それほどよくできたシーンを時田くんが使わないわけがありません。まあそうだよね。彼はそのシーンを編集しました。しかし次の日他のフィルムを見ているとまた彼の撮った覚えのないシーンを発見したのです。映画を撮影するときは実際の上映時間数の何倍ものフィルムを回すわけですから、フィルムの本数は相当の量になってしまうんですよ。そのシーンは謎の連続殺人事件を調べていた刑事がミイラ男に殺されるシーンでした。もちろん刑事を演じているのは映画独行会の一人です。実際に殺されるシーンなんて簡単なものでした。ミイラに襲われる刑事が逃げる。その刑事の首にミイラの手が伸びて画面は真っ暗になる。そして刑事の叫び声、あとはミイラの血まみれの手のアップ。それなのにそのフィルムにははっきりと刑事の死んでいくシーンが映っていたんですよ。え？撮った覚えないの？そのなんというリアルなことか。刑事の出番なんてほとんどありませんでしたから。というのもその役をやった人はあまりに演技が下手であまり出番を増やせなかったんですよ。マジか。かわいそうに。それがあまりの迫真の演技。ミイラに首を絞められて苦しそうな表情の刑事、そしてその口元からこぼれ落ちる一筋の真っ赤な血、地面に倒れ動かなくなる刑事、そんなカットが次々に映し出されました。いくらなんでもこんなシーンを撮った覚えはありませんでした。だって下手なんだもんね。そんなシーン撮れないよね、下手じゃん。しかしそれが実によくできたシーンなんです。それで彼はためらうことなくそのシーンも編集し本編に取り入れました。その次の日でした。刑事役をやった生徒が殺されたんです。え、なんで？首を絞められて。おお、なるほど。その時の状況を聞いた時田くんは耳を疑いました。デスビデオだ。まるであの時のシーンにそっくりじゃないですか。彼の首を絞めた犯人はわからないようです。そうです、だって彼は夜中に一人で自分の部屋で寝ていたんですから。誰も忍び込んだ形跡はないし部屋が荒らされた様子もない。疑われるのは家族ですよ。時田くんは恐ろしくなってしまいました。もしかしたら自分があのフィルムを見たために彼が死んだとしたら、デスフィルム、直訳で死のフィルム、これがミイラの呪いだったとしたら、あなただったらどう思いますか？その映画の編集作業を続けたいと思いますか？もし続けたらもっと変なものが映っているかもしれませんからね。編集続けよう。いいじゃん。ふふ、残酷ですね。あなた、そんな性格だとどうなっても知りませんよ。でも時田くんも同じでした。死ぬほど映画好きでしたからね。もしかしたらこの映画は歴史に残る傑作になるかもしれない。
そう思うと何より先に編集を続けたくなったんです。そしてその日見たフィルムにはもっと変なものが映っていたんですよ。今度は王女の生まれ変わりのヒロインが棺に閉じ込められるシーンでした。シナリオでは彼女はミイラを見てあまりの恐ろしさに気を失い、そのままミイラの棺に閉じ込められるというものでした。ところがどうです、そのフィルムに映っていたのは目を染めけたくなるような残虐シーンだったのです。ミイラは彼女の内臓が潰れるほどの強さで抱きしめました。そしてあろうことか彼女の手足を引きちぎり始めたんです。おお、スプラッター映画になったの。一本一本丁寧に。彼女はまだ死んでいませんでした。血まみれの体をよじらせ必死にミイラから逃れようと暴れました。けれどダメでした。ミイラは彼女の手足を一本残らずもぎ取るとそれを棺の中に放り込みました。雑だな。そして彼女最後は首をねじり取り残った体を無造作に棺に投げ込みました。そして彼女の首に頬ずりし抱きしめました。それでフィルムは終わりました。時田くんはそのシーンをあっけに取られて見入りました。ホラー映画にもいろいろあって血まみれシーンが続々出てくる映画をスプラッターとか血引き映画とか言うんですよ。俺の好きなやつです。すごいね、それね。さすがにちぎるとかないからね。切断くらいだよね。今時田くんの脳裏に焼き付いた映画はそんな生半可な表現では表しきれないものでした。でも昔のスプラッタ映画って正直大したことないからな。まあすごいのもあるんだけど、ほぼほぼねそんなに大したことないか。こんな映画見たことない。その映画は自分で撮っているはずなのに変なものです。映画が一人歩きをしている。時田くんはそう思い何度も何度も繰り返しそのシーンを見直しました。何度見てもその新鮮さは失われませんでした。そして見るたびに違った恐怖が襲ってくるのです。これはどんな映画でも見たことのない迫真の演技だ。そして素晴らしいメイキャップだ。当然そのシーンは映画のクライマックスに使われました。もちろんそんなに激しい残虐シーンを挿入した映画が学校内で上映できるとは思えません。それでも彼は満足でした。自主制作映画としてどこに売り込んでも成功するという確信を得ていたんです。その次の日でした。もうお分かりですよね。死んじゃったんだろうね。大変なことになってんだ。バラバラしたよ。ヒロイン役の女性が惨殺死体で発見されました。死体はバラバラだったそうです。なるほど。もちろん詳しい話は聞けませんでしたけれど時田くんには分かっていました。その死体がどんな状態でどんな風に殺されたか、そしてその証拠はあのテープに全て収められていること。ちょうどその日の放課後だったと記憶しています。時田くんが僕のそばに来てこの映画がどれほどリアルですごい作品かを話してくれた。今すごい作品、すごい映画を作っているんだ。これは間違いなく傑作だよ。歴史に残る映画になる。映画好きだろ。よければちょっとだけ編集シーンを見せてあげてもいいよ。それで僕はこの映画の話を聞いたんですけれど、僕は喜んで彼の後にくっついてきました。まあそうだよね、しょうがないよね。俺知らないもん。ワクワクしてね。大いに期待する。鼻で笑う。実際に見るまでは分からない。大いに期待しよう。そうでしょう。彼の話を聞いたら誰だって黙っていられないはずです。真の映画好きなら。映画研究会は放課後の視聴覚室を使うことを許されていました。まだクラブになれないので部室はありませんので、彼は慣れた手つきで編集を始めました。今日は特別に編集前の新しいシーンを見せてやる。クライマックスは壮絶なんだけれど、それは映画が完成してからのお楽しみだから。そして山で積まれたたくさんのフィルムの中から1本を取り出しました。まだこれは編集していないな。今日はこれを見てみようか。不思議な気分ですよ。まだ完成していない映画を見て。僕は初めて見ましたから、とても新鮮でした。
カチンコが画面いっぱいに映って演技が始まる。カチンコってあの、よーい、アクションカチンってあれです。何度も NG が出されて、同じシーンが次々と繰り返される。面白いですよ。あ、どうしたのか突然、時田くんが叫んだ。どうしたの？僕は彼、何が起こったのか分からず、思わず聞き返してしまいました。僕は映ってる。止めなきゃ、早く止めなきゃ。僕は彼が何を焦ってるのか、さっぱり分かりませんでした。時田くんは必死に編集機材を止めようと焦っていました。そんな機械の扱いには手慣れているはずの時田くんなのに、耳が震えているのかうまく操作できないように見えました。止まらないよ、機械が止まらないよ。彼の顔は顔面蒼白でした。彼の顔は顔面蒼白、頭痛が痛いみたいな感じですね。僕は驚いて画面と彼の顔を見比べました。画面には時田くんとミラが映っていました。すごいな、よくできたミラだね。僕は本当にそう思いました。作り物とは思えない、まるで本物のようなリアルさでした。殺されちゃう、早く止めないと僕はミイラに殺されてしまうんだ。みんな死ぬんだよ、この映画で襲われた奴らみんな本当に死んでしまうんだよ。時田くんは震える声で叫びました。正直僕には分かりませんでした。その時です。彼はこの映画の秘密を僕に話してくれました。そんなことを言われて、あなただったら信じられますか？僕は悪いけれど信じられませんでした。まさか映画で起こった通りに人が死んでいくなんて。画面の中の時田くんは恐怖におののき震えていました。まるで今僕の目の前にいる本人。彼はついにコンセントを引き抜きました。ところがどうです、編集機材が動いているんですよ。コンセントを抜いたはずなのに。うわぁ、彼は頭を抱えその場にうずくまってしまいました。ちょうど画面の中の彼もそうです。そうしていました。映画のシーンを撮っているのは時田くんだけですからね。僕は彼が驚かそうとしているんだと思い、できるだけ平静を装いました。でもその時だったんです。突然包帯だらけの手が暗い目からぬっと突き出されたかと思うと、時田くんの首を掴んだじゃありません、掴んだじゃないですか。僕は何もできませんでした。あまりのことにただ立ちすくんでいるだけでした。そして暗闇から包帯だらけの手に続いて、顔に包帯を巻いたミイラが姿を現したんです。乱暴に巻いた包帯の隙間から覗く目玉がまるで死んだ魚のようにドロンとしていました。ギャー、時田くんの断末魔が視聴覚室に響き渡りました。時田くんの頭はミイラの手にわしづかみにされ握りつぶされました。ミイラはまるでみかんのように簡単に時田くんの頭を潰したのです。すっかり変わり果てた時田くんの亡骸は割れたスイカのようでした。これはグロい。これリアルで見たらトラウマ必至じゃないか。頭が握りつぶされても、まず時田くんはピクピクと体を震わせていました。うわー、リアルだね。僕は何もできず立ち尽くしていました。ふと我に返った時、もうミイラの姿はありませんでした。暗闇に溶け込むようにしていなくなってしまったのです。後には時田くんの死体だけが残っていました。そしてそれと同じ格好で死んでいる時田くんの姿が編集用の画面にも映し出され、そのシーンで止まっていたのです。僕は逃げました。そしてそのまま家に帰りました。こんな話誰にしても信じてもらえないでしょう。僕は何も見なかった、そして何も聞かなかったことにしました。ねえ三直、君はその映画を見たいと思いますか？見てみたい、見たくない。見てみたいな。そうですか、そうでしょうね。ホラー映画が好きなくらいですから。一体どれほどすごい映像が入っていたのか、それを見たいと思うでしょうね。でもね、時田くんが学校で死んだことは話題になりました。視聴覚室にあった何十本というフィルムがまるで最初からなかったかのように、あたかたもなく消えてしまったんですよ。そして時田くんが死ぬと同時に映画研究会も解散しました。映画研究会のメンバーは誰もそのフィルムのことを知りませんでした。あの映画は何だったんでしょうね。もしあの映画がどっかで完成しているなら、僕はぜひ見たいと思うのですが。ところで僕は一本だけあの時のフィルムを持ってきてしまったんですよ。無意識のうちに持って帰ってしまったのか、
それとも誰かがポケットにそっと忍ばせたのか。それは時田くんが殺される場面のフィルムでした。ええ、僕は聴覚室で見たものと同じフィルムです。そのフィルムだけでも見てみたいですか。ぜひ見たい。別に見なくていい。ほら、新井の死んでるとこが見られるのか。じゃあぜひ見たいでしょ。そうですか。でもこれだけは見せるわけにはいきません。実は僕もあのシーンの凄さが目に焼き付いてしまい、わざわざ 8mm 映写機を買って家で見てみたんですよ。はっきり映っていましたよ。僕は実際に見た時田くんの殺される光景がね。ところがどういうことなのか、しばらくしてもう一度見たら、殺された時田くんの体がどんどん腐っていくんですよ。まるで現実の時間と同じ流れで、あのフィルムの中の世界が存在しているかのように。それから僕は周期的にそのフィルムを見るようにしてなりました。まるで完結するかのようにね。何ヶ月も経つと時田くんの姿は完全に白骨になってしまいました。そしていつの間にか画面には誰もいなくなってしまったんですよ。白骨も風化したのか、誰かが片付けたのか、綺麗になくなっていました。骨一本残さずね。誰もいない聴覚室だけが淡々と映し出されているんです。でもよく見たら違うんですよ。誰もいないと思ったのは間違いだったんです。ちょうど時田くんの死体があった場所の傍らに誰かがぼーっと立っているんです。それは僕でした。まるであの時のことを再現するから。そして僕の後ろには何やら包帯を巻いた不気味な手が今にも伸びようとしているじゃないですか。僕は慌てて映写機を止めました。止まらなかったらどうしようかと思いましたが、幸い止まってくれました。だから僕は今こうして生きているんです。もしあの視聴覚室の時のように機械が止まらなかったらどうしようと思う止まらなかったらと思うと今でもゾッとしますよ。だから僕はもうあのフィルムを二度と見ない見ようとは思わないんです。もし見たら間違いなく僕は今度は僕は死ぬ番ですから。捨てることもできず、僕は引き出しの奥に大事に取ってあるんですよ。もし誰かが見てしまったらどうしようかと思いながらね。これどう、まあいいや、なんか塔丸に見える。常に死と隣り合わせにいる恐怖なんて皆さんにはわからないでしょうね。僕はいつもそうなんですよ。あの生きているフィルムのせいだね。ミイラの呪いなのか、それとも映画の呪いなのか、僕にはわかりません。でもあの時亡くなったフィルムはどうなったんでしょうか。今でも誰かのところを巡り巡っているんでしょうか。きっと人が死んでしまう理由なんてそんなものかもしれません。どこかで誰かにそっと自分の死ぬ時の映像を見られてしまう。あれは呪われたフィルムですからね。もしかしたら姿を変えているかもしれません。8ミリフィルムではなくビデオテープになって、そしてあなたの家に紛れ込んでいるかもしれません。もしタイトル名の貼っていない古いビデオテープを見つけたらお気をつけなさい。それがあなたのビデオテープである保証はないんですから。これで僕の話は終わります。いよいよ最後の方ですね。楽しみです。ふふふふ。おお、ゾッとしたな。荒いやるな。さすがだわ。うん、よし。